はい、どうもタンタン札幌店でございます。今日はカニレアですね、ご紹介しております。K1T という K1 ですね。はい、一番シンプルなロゼッタもバインディングもないタイプのハワイアンコアモデル K1T のこちらはデラックスグレードの一本でございます。こうやって見るとカーリーが見えますね。角度によって非常によく出てる一本かな。バックなんかも非常に綺麗な木目の個体かなと思います。こちらが、K1T デラックスの25767というシリアルの個体ですね。艶やかで、綺麗になる一本ですね。カニレア、まあ、こうクリアなね、こう綺麗な音、艶やかな音っていうのがもともとすごく特徴的だったんですけれども、何年か前にブレーシングがですね、こう独特の構造をしてるんですけども、この穴の開け方が変わりまして、その穴、今の現状のねスタイルになってから昔のよりも艶っぽさプラスこう軽やかさっていうかな、軽快さというか、なのがね、すごく増した気がして、よりなんかウクレレっぽい雰囲気の音になってるんじゃないかなっていう感じがします。でさらには多分今年2022年の途中から、弦がもともとアキーラの白いスーパーナイルガットっていう弦が標準で貼られてたんですけれども、これがワースの弦に変わりまして、よりこう昔のこう力強さっていうのはちょっとなくなったのかな、弦の、ニュアンスの違いなんですけども、その代わりこうワースのフロロカーボン弦のねきらびやかさっていうのはこう増したのかなっていう、そういった感じで、今年2020年からねこのワース弦が貼られてる、このカニレアっていうのはすごく軽快ななりに変わってるんじゃないかなと思います。こちら、カニレアのテナーサイズですね。K1T のデラックスグレードの1本でございます。こちら、こんな感じで、まあ、デラックスの中では、そうですね、僕出てる方じゃないでしょうか。こういった雰囲気ですね。はい、こちらシリアルが25767という個体の、K1T デラックスでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。